清水エスパルスという歴史のあるクラブに入れることを本当に嬉しく思います。その自分の中で一番レベルの高いところに行って、やっぱり厳しい環境の中でも自分を成長させたいっていうところで選びました、まあ、とても雰囲気も良くてやりやすくて、まあ、その中でも、まあ、やるときの強度だったり、まあ本当に全体的にレベルの高さを感じて、この中で自分もプレーしていければ成長していけるなってところを感じたので選びました。本当に迷ったんですけど、まあ、その中でも試合に出れるというところよりも、まずは本当に一番高いレベルの中で入って自分がどれだけできるのかというところと、まあ、そのレベルの高い選手とやることによって、やっぱ自分も一回り成長できるのかなと思ったので、そういう決断にしました。まあ、自分の特徴の何ですか、テクニックというか、まあそのまあ、テクニックというところだったり、その攻撃のところでは結構自分の中でもできたという感覚があって、まあ、その中でもまだ守備とかそういう面ではまだまだ課題も感じられたので、まあ、そういうところをまあ意識して改善していかないといけないなというのを感じました。まあ、チョンテスさんが非常に優しく接してくれていて、とてもやりやすかったです。まあ、若手もエスパルスは本当に多いと思うので、そういった中で若手の選手は本当に全然自分と違った何ですか、パフォーマンスというか技術も見れましたし、逆にドーグラス選手などは本当にこういうのがストライカーなんだなというか、そういう高いレベルを知れたいい練習参加でしたね、その時。まあ、昔から本当にサッカー王国と言われているところで、まあ選手から聞いたところでは、ご飯行く時などでも本当にサッカー選手は何ですか、まあ、結構見られてたり騒がれているところっていうのを聞いたので、まあ、そういった中でしっかりとそういう生活の面でも、そういう引き締まった生活していかないといけないところもあると思うので、まあ、人間としてもいい成長ができる場なのかなと思います。ザ・オレンジっていうチームで、本当にサポーターも厚くて、とてもいい印象は感じています。まあ、本当にグラウンドとスタンドの距離が近くて、まあ、そういった中でサポーターの熱も感じられるところだと思いますし、まあ、その中でそのグラウンドに立ってしっかりとチームの勝利に貢献できるように頑張りたいなと思います。諦めないでというか、そこをプロサッカー選手になるってところは外さないできたってところが一番今の結果につながったのかなっていうのは思います。まあ、確かに不安は大きかったですけど、まあ、その分、まあ、中大連出身としてやってやろうっていう気持ちは強かったですし、まあ、その中でやっていく中で自分の中で自信もついてきたので、そういったところで、まあ、プロのチームに入ってからも、まあ、そういう気持ちというところは絶対強く持ってやっていきたいなというのはあります。まあ、人として、まあ、人間性が一番大事ってところを学ばせてもらいました。まあ、2年生の時まで浅岡先生に、まあ、見てもらっていて、まあ、そういった中では、まあ、人間性ももちろんそうですけど、まあ、戦術だったり、まあ、サッカーはこういうもんだっていうのを本当に深く教えてくれて、まあ、逆に畑監督も何ですか、サッカーに対する本気度だったりっていうのを強く指導させてもらって、そういった中では本当にいい経験というか、いい成長ができた3年間というかだったなと思います。本当に何ですか、本当に経験させてもらった側で、本当にそこは感謝していて、その中でやっぱりチャレンジしようと思って、どの何ていうんですか、選抜だったり代表活動も行ってて、まあ、その中でできる部分も多少多くあったので、そこでは本当に自信がついたというところが一番ありました。まあ、やるときはやるっていうのはあるんですけど、たまに抜けてしまうところがやっぱまだ自分の課題というか、そういうところはあるなと思いますし、またサッカーについてちょっと考えすぎてしまって逆効果になるっていうところも自分はあるのかなっていうのは、よくドラマだったり映画見たり、そ
そうですね、そういったところですかね。映画鑑賞というか、まあ、基本的に自分刑事というか相棒とかそっちが好きなんで、刑事ドラマとか結構好きな方ですね。挑戦しないと、まあ、この先自分が目指しているまだ夢というかというところにはたどり着かないと思いますし、まあ、そこで行ってやっぱ結果残さないと本当にそれこそ上の世界ではやっていけないと思うんで、まあ、そういったところでは清水エスパルスさんからオファーもらえたことは自分にとって大きかったのかなと思います。まあ、世界で出て活躍したいっていうのはあるので、そこを目指すためにはやっぱり J リーグでまずは出て活躍できないといけないと思うので、まあいい挑戦というかいいきっかけにして頑張りたいと思います。まあ適応できるというか、その状況だったり、まあ、攻撃面で、まあ、何でもできるって言ったらあれですけど、まあある程度の範囲では全部できると思っている自信持ってあるので、まあ、そういうところでチームの攻撃を活性化させれたらと思います。まあ、とりあえず本当にアシストも得点も取れる選手になりたいと思いますし、とりあえず、まあ、攻撃として、まあ、怖い選手になるというところが、ボール持ったら怖いって思われたり、オフのところでも動き出しだったりというところでは、この選手怖いなって思わせられるような選手になりたいと思います。アイデアを持ってるというところが結構、アイデアというか、まあ、見えてたりというところが結構あると思うので、そういうところを出しつつも自分でドリブルもできるんだぞっていうところは見せていきたいと思っています。課題は、まあ、守備のところっていうのはもうずっとここ3年間言われてきたので、まあ、守備をやり続けるっていうところと1試合通して走り続けて、攻撃だけじゃなくて守備でもしっかりと貢献できるような選手にはならないといけないなと思っています。本当に自分のせいで、まあ、このチーム連れて行けなかったので、そういうところでは結構考えてしまうこともありますけど、まあ、自分が一番やるってところをこれからも、まあ、芯に持ってやっていきたいなと思います。本当に今年1年結構今まで、まあ、プレミアリーグもいい順にいないですし、結構厳しい状況に今あると思うんですけど、本当に伝統ある一応なっていうところで伝統は崩したくないですし、そういったところでは最後の選手権が自分たちの力を示せる最後のチャンスだと思うので、まあ、それまでの期間しっかりとチームで良い状態に持っていって、まあ、選手権では、まあ、認めてもらえるような一応なこれなんだぞって、まあ、みんなに認めてもらえるような試合をしていければなと思います。そうですね、3年間このまま出なかったら3年間出れないで終わってしまいますし、まあ、選手権出るために来たって言っても間違いではないので、そういったところではもう一個覚悟を持ってこれから臨んでいく必要はあるのかなって思います。まあ、大きな舞台で活躍するっていうのもそうですけど、本当に自分の力を示すってところでは選手権っていう舞台はとてもいいところだと思うので、まあ、そこを一個選手権で活躍してまたプロの世界で成長していければなって思います。最初はまあ厳しい状況だったりっていうのもあると思いますけど、しっかり1年目から試合に絡んで貢献できるようにっていうのは絶対思っているところなので、そのためにもうチームの新チーム指導のところからしっかりとアピールして絶対掴み取りたいなっていうのはあります。攻撃の面で自分のアイデアだったり、まあ、センスというか楽しませるプレーっていうのを見てもらいたいですし、また強引にシュートだったり、まあ、得点アシストをするので、そういうところを見てもらいたいなと思います。清水エスパルスに加入することになりました鈴木優斗です。1年目から試合に出てチームの勝利に貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。